日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも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 応援するポッドキャスト今日は「友達についてはい今日もですね始まりました「日本語コンテペイ」の時間ですね皆さん元気でしょうか元気に今日も日本語を 聞こうと、ね、思って僕のポッドキャストをですね再生してくれましたかねプチッとね押して、えー、家から出たかなどこで聞いてるのかなうんなんか教えてくれると嬉しいですねどこで聞いてるかいつもねもしくはいつも違う場所で聞いてるとかねうんあのー、僕もいつも言うようにいつも <laughs> いつも言うように僕,僕もいつも ポッドキャストを使ってスペイン語とか英語を勉強してきたわけですよね。うん。そして、えー、まあ、面白い経験がねたくさんあるんですけど、例えばですね、えー、例えばこのねポッドキャストまあ、あるポッドキャストですよ。例えばじゃあじゃあ何しよう。じゃあスペイン語のねこのポッドキャストを聞きながらまあこのっていうのはあるですねあるポッドキャストを聞きながらまああの海に行ったとするじゃないですか。 ね、海になんで海に行く、まあ海に,海に行ったことにしましょう、ね、例えば僕は海に行ったとしてで海に行って、えー、海に行った時にたまたまですねそのポッドキャストを聞いて海に行ったとします、うん、まあ海近くにありますからねスペインのあのバルセロナの場合でそこに行って、まあ、海をちょっと見てね冬の海にしましょう冬なんで泳がずにね冬の海をちょっと見てまあ家に帰って。 えー、たとしますよそしてですねその,その時に聞いたポッドキャストっていうのはねこの海を見ながら聞いてるわけでなんかこうねなんかこう意識の中に入ってるわけですねそうやって組み込まれてで,で今度ですね海に行った時になんかそのポッドキャストの内容をね思い出してしまうんです、うん、思い出すわけですよ。これね面白いあの経験ですね。 うん、あの音楽だと結構ね、あのー、例えばあのどこかに行った時に聞いた音楽をセットとしてねその,その場所と一緒にですねその場所とい一つのセットとしておおお、あのー、<laughs> 覚えてしまうっていうかその思い出に残るんですね。そういうことは皆さん経験あると思うんですけどポッドキャストのね こう内容がポッドキャストが人のねこう話していることがそうやってその場所とですねコラボレーションしちゃうっていうねこういう経験をね僕はたくさんたくさんえしているわけです。こういう経験をたくさんしてる。そうするとねなんか外に出てねポッドキャストを聞きながら勉強するというのが更にねさらにさらに楽しくなってくるんですよね。例えばカフェに座って 例えばね前回の,あの結婚離婚ねその話をねカフェで聞いてる人はそのカフェに行くたびにね結婚離婚の話をね少し思い,思い出したりするわけですよね、うん。で今日は友達について話しますけどこれをね今どこで聞いてるのかなとみんながね皆さんがどこで聞いてくれてるのかなと少し気になったんですね。うん、だからその場所に行くと もしかすると、この内容をね、少し思い出す人がいるかもしれないですね。東京だと、どっかな、東京、東京で聞いてる人いますか？いますよね。うん、東京の。じゃあ例えば秋葉原でね、今これを聞いている人は、秋葉原に来るたびに、あの日本語コンテッペのね、友達についてみたいなね。そこを思い出すかもしれないです。うん、これは素敵なことですね。素敵なことです。僕はあの。 これは、ね、外に出て、あのー、ポッドキャストで勉強するポッドキャストを聞く、ね、聞きながらあの自然とリスニングのね上達をするリスニングを上達させるっていうねこのすごい醍醐味醍醐味っていうのはあの一番のいいこと、うん、僕は思ういいことです外に出てポッドキャストを聞くっていうのはその場所ですね場所によってねこういろいろ 感じ方が変わるんですね歩きながらとかね電車に乗ってどっか行きながら自転車こぎながら車に乗車に乗ってもいいですよ、うん、車の中でとかねその景色景色、ね、景色とかその周りのね環境そういうものと今聞いているポッドキャストが一体化するんですねこれは本当に音楽と似てる,か似てると思います、うん、こういう経験をたくさんしてほしいと思いますねなんで外に出て ポッドキャストを聞いいててみてください、はいえー、と今日はですね今日は友達についてこれどうですか皆さん正直友達います <laughs> いないねでど、どういうどれがどういう友達ってどういうことねまずそこからですよね友達っていうね考え方がみんな違うんですね本当に例えば 食べ物っていうとね食べ物って食べる食べるものでしょ、うん、朝ごはん、ね、朝食あでも朝食もね意味が違いますよね人によって例えばスペイン人は朝ねちょっとビスケットだけ食べたりするんですよそれをねデッサユーノーとか言うんですよえっって思いますよねうん日本人だったら朝食って卵かけご飯とか知ってます卵かけご飯生卵をねご飯にかけて <laughs> 醤油を垂らして 混ぜて食べるんですねそれと味噌汁とかだから日本人にとってはこれ普通ですよ、うん、まあ僕はねあんまり朝卵かけご飯あでも食べてたかずっと食べてましたねうんまあ大人になってからはパンの方が増えましたけどまあご飯を食べることも多かったですよね、うん、ずっと高校生ぐらいまではずっとそんな感じでしたね味噌汁ととご飯とね卵 生卵とかね、毎日の生卵でもいいですよ。そういう日本人すごく多いですよ。うん、納豆とかね、うん、朝は納豆普通ですよ。だから朝食ってでも日本人にとってはそれだし、朝食ってもスペイン人にとってはあのー、ビスケット何枚かとかね、うん、でもその分ね、ちあのー、昼食お昼ご飯いっぱい食べますから、スペインではね。日本人だとまたコンビニのおにぎり2個とかね。 一個の人ももいいるかもしれないでもスペ,イン人にとってスペイン人にとってはもっともっといっぱい食べるんでまあその朝食とね昼食の言葉は同じでも朝食のねあのあのその朝食って言われ朝食という言葉を聞いて思い浮かべるあのイメージですね思い浮かべるイメージが全然違う、うん、これと同じように友達っていう言葉も人によってねそのイメージが全然違うんですよね。 ここがまずその友達、えー、友人関係ね、その友達というのを友達作りというのをすごく難しくしている一つのあの原因ですね、要因ですね。うん、理由ですね。うん、そうです。えー、やっぱりあのその僕の思う友達がその人の思う友達とちょっと違うんですよね。うん。その人によってはですね、やっぱフェイスブックとかであの。 あ,の友達ねあれもフレンズって書いてるんで同じね友達のようなでも僕にとっては知り合いぐらいね知り合い知り合いっていうのはまあただ知ってるだけ <laughs> 友達の1個前ですねうん知り合いから友達になることもあるだろうしね逆にね友達から知り合いにねこうランクが下がる人もいるかもしれないうんまあ悲しいながらそうですよね やっぱ友達っていうと僕は僕にとっては結構あのすごくね大事な人っていうふうになるのでまあみんな大事ですけど知り合いもみんな大事だけど友達っていうとねもう少し重いんですね意味が重い僕にとっては重い意味を持つ言葉重い意味を持つ言葉ですまあ他の人もね重い意味で使ってるのかもしれないけどまあ正直言いまして友達は 100人もいないなですよ、ね、友達100人持てるほどあの人生はね長くないですよ、うん、もしくは時間はね長くないですよだから友達100人もいる人はそれはね僕にとってはあの友達じゃないと疑ってしまうんですね思ってしまうんですね友達じゃないだろうそれはとまあこれもいろいろ人生違うんで友達100人作ることも可能かもしれないけど 僕はね、それはちょっと疑ってしまうんですね。嘘でしょそれ友達本当に知り合いじゃないのうん。まあ僕の考える、ね、友達っていうもので考えれば、友達が、まあ、本当2人とかいれば、すごい幸せだと思いますよ。あの正直言って1人友達がいれば、あの幸せな人だと思う。思えるぐらい、 今の世の世中はですねなかなかあ殺伐としている、ね、殺伐っていうのはちょっとこううん殺伐殺伐ちょっとこう温かみがないんですよね殺伐っていうのはなかなかこう、うん、まあ悲しい状況ですよね、うん、切ない、ね、なんか一人のね孤独な 感じがしますよね、うん、あの知り合いは多いんですけどね知り合いは多いけど知り合いは多いけど友達じゃないなっていう、まあ、そういうことを感じる人は感じてる人は本当に多いと思いますよ僕だけじゃないと思います。知り合いは多いけど友達は少ないなてか友達いないんじゃないのかな、ね、そういうことを思う人たくさんいると思いますね。でこれって あの悲しいことですよね、うん、悲しいことだと思います、うん、でもまあしょうがないのかなとも思いますよねしょうがないというのがやっぱりそういう世の中ですから、うん、みんなねオンラインとかインターネットのせいにしてますけど僕はそんなことはないと思いますねインターネットっていうのはあの知り合いをねたくさん作る知り合いを増やすためにはすごい いいツールだと思いますね。まず知り合うっていうことはすごい大事です。で知り合ってから徐々にね友達になっていけばいいと思うので。ただね残念なことに知り合いは知り合いのままですね。これが残念なことですね。知り合いからはなかなかこう親しくな,なっていかない。うん、で親しくなっていくためのプロセスとして僕は大事だと思うのはやっぱりねたくさん会うっていうことですね。たくさん会う。で子供とかを見てるとわかるんですけど。 子供はねねやっぱり友達にたくさん会います、ね、例えば幼稚園例えば保育園ね保育園で毎日会うんですよね毎日、うん、小学校これも毎日、ね、中学校高校大学大学大学もそうですよね大学もそうですね同じ人にねほぼ毎日会います毎日会って時間を一緒に過ごすそういうことによってあのいろいろねあの相手と の関係性が近くくなっていくんですね、うん、で大人になるとですね毎日は会えない、ね、まあ毎日会うのは大変だし僕も毎日会いたいとは思わないですどんな人でもね <laughs> それれは疲れちゃいますでも例えばね週に1回とか会って話をする、うん、こういうのが大,大事じゃないかなと思いますで週に1回ぐらい会ってもいいと思うんですよね友達だったら。 でもなかなかねそれって難しいんですね。なんで難しいのか僕には本当にわからない。うんね、やっぱり週に1回じあの会う何か難しいかなと思うんですけど実際難しいんですよね。なかなかできない。というのがみんな結婚してたりみんな子供がいたりですね仕事が忙しかったり、ねまあ、いろいろ家族のうん世話をしてたり、ねまあまあ、いろいろやることがある,あるわけですね他に。 うん、だから会うのは難しい、ね、でもあのテキストは打てるみたいな感じで、まあ、あと電話をで電話もしないな電話もしないですねだから LINE とかね WhatsApp みたいなアプリであの連絡を取り合うわけですでもね僕はそれはねあんまり好きじゃないですねもう会って話した方が早いと思うんですね、うん、で会って会ってその人と会って話すことによって分かることっていうのがねこう エネルギーですねエネルギーをやっぱ交換するんでやっぱそういうのが大事かなと思うんですけど皆さんどうでしょう、うん、だから日本人の友達、ね、今日本に住んでる人とかね日本に住んでなくてもまあそのオンラインとかねインターネットのおかげでいろいろなねアプリケーションとかあってそこで人と人がつながってね、あのー、世界中どこに住んでても日本人のね知り合いが作れるこれは素晴らしいことだと思います。うん まずはね知り合いを作るこれは本当に大事なことでもね知り合いは友達じゃないですこれをほとんどの人はやっぱ忘れてますね友達ができたみたいに、ね、いきなり言っちゃう人、ね、でもねそのもう一人の友達もう一人の人はねその人はね多分友達と思ってないかもしれない少なくとも僕はあのまだ友達じゃないと思っちゃうんですよねでもね僕はすごいオープンなので知り合いから友達にあの なっていきたいと思います。うん。でもそのためにはあのたくさん話をしてたくさん会ってね、えー、いろいろ意見を交換してあの楽しい時間ね、そしてあの大変な時間を一緒に過ごすこれが大事だと思ってるんですね。うん。実際どれぐらいいるんですか？友達たくさんいる人。うん。ちょっと信じられないんですよね。たまにあの友達いっぱいいるみたいなことを言う人がいるんですけど、本当。 <laughs> これは僕がネガティブなんでしょうか信じられないですよね嘘でしょねちょっと見せて、ね、ちょっとあのその友達とね楽しそうにしてるのを見せてね思っちゃうんですよね本当ねまああとは楽しそうにしてるだけが友達じゃないですからねうん楽しい楽しいだけじゃなくて本当のことをね本当の気持ちを話せる人、うん、みんなで集まってねワイワイしてるだけが友達じゃないですよ うん、それはなんか、うん、楽しいから一緒にいる、うん、でも大変なことがあってそれをね聞いてくれる悩みを聞いてくれる友達、うん、これもこれがやっぱ友達じゃないですか、うん、あとはね悩みを報告するだけが友達じゃないこれもわかりますこれも僕はそう思いますなんかね悩みを相談するだけの友達をあの友達と思ってる人も多いんですよねだかからなんかいつもね あの大変なことがあったら電話をしたり大変なことがあったら会おうとする、それもね僕は違うと思うんですね。それはまた疲れちゃいますよ。<laughs> あの悩み相談係じゃないんだよね。悩み相談係ね。悩みを悩みをねこう聞くためのなんかコンサルタントみたいなね。コンサルタントそうですね。とかなんていうカウンセラーカウンセラーじゃないから。 なんでそんな悩みがある時にだけ連絡をされても困るとねその友達は思っちゃってもう連絡を取らないでくれっていうふうに、ね、なっていく可能性もあります。なのでバランスがすごい大事ですね。うん、楽しいことも大変な時もね、えー、友達であればあの両方ね、えー、過ごすそしてどっちかに負担が大き,大きいとね負担が多いとそれも問題ですね。 なでその2人ともねお互いにお互いに、えー、相談ができてお互いに励まし合ってねお互いに、えー、お互いとも楽しくてね楽しい時間を過ごせてこれが大事ですねバランスがすごい大事でそのお互いにというのが同じ時じゃなくてもいいですだから1人が大変な時は1人は助けるだろうし1人が、えー、まあ 逆にもう一人が大変の時はその反対側の人が助けるだろうしその同じねその同じ期間にハーフハーフじゃなくてもいいですよじゃなくてもいいですでもねその自分が助けてもらったんだったら今度は相手を助けるねそういうバランスはやっぱり大事ですよね。なので今回ちょっと友達について話しましたが。 友達とか、ね、こうフレンドシップですね友情フレンドシップ、ね、アミスタこう友情について話してると僕はいつもねこう声のトーンが悲しくなっていくんですねこうんとなくねシリアスになっていくんですねこううんねこう切ないなーっていうねこれは何なんでしょう、うん、やっぱり友達がいないということなんでしょうか、うん、で友達がいないとか言うと また僕のことを友達と思ってる人が心配するんですね。俺、友達いるよ、お前みたいなね。まあでもそういうことではないんですね。やっぱり <laughs>、そういうことではないんですね。だから、うん世界の皆さんどうですか日本語を勉強している日本語学習者の皆さんどうですかこの 友情ねこの友達関係これは文化によって違いいががあるんですか僕はそれが知りたい、ね、やっぱ日本人同士のね友達関係とそのスペイン人同士の友達関係それも違うだろうしね、えー、僕みたいに、えー、海外ね外国に住んでてその,その国の人とかね他の国の人との友達関係それがあその違いとかねそういうのを感じてる人も多いだろうし。 うん、やっぱ違うんですよねそれぞれうんあとね友達がいるっていうことはすでに友達いい友達がいるっていうことは新しい友達がに新しい友達が入る場所がないっていうことも考えられますねこれはちょっと辛いことですね僕はあのいつも思うのがスペイン人はですね結構ね友達がい,いるんですよね親しい友達がってことはねあの僕みたいに新しく来た人に入る場所がないっていうふうに 感じちゃうわけです。ああ、またネガティブな <laughs> ネガティブなこと言ってますね。それではまた。次はちょっと楽しいトピックを用意します。それではまた。チャオチャオ！